内は昨年この猿木山が就航時に皆様にこの曲もお披露目をしたかったところではございますが、新型コロナウイルスの影響を受けこれが叶いませんでした。1年を迎えて今この時に猿木山の上で皆様にお披露目をできる運びとなりました。それではスペシャルステージ藤井恵さん、よろしくお願いいたします。はい、今日
ているぐらいですかね。よかったです。天気がちょっと緩まったようで、ということで今日は思い切りあの演奏もありますし、今日はエビ天さんのアナウンスもありますし、そしてご飯もね、この回だけじゃなくていろんな回でべっこう寿司とかたくさんありますので、ぐる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 回って今日は思いっきり楽しんでいってください。よろしくお願いします。それではもうすぐ夏が近づいてきましたね。じゃあ夏の曲を一曲お届けいたします。じゃあ花火という曲をお聴きください。きっと
私が昨年6月に、作らせていただきました、2曲、片方言葉の贈り物をお届けしたいなと思います。この曲はじめ東海汽船さんにご依頼いただいた時に、船で流れる曲、島の方が聴いてくださる曲でも、船に乗られる方はいろんなお仕事で乗られる方もいらっしゃったり、旅で乗られる方もいらっしゃったり、そんな郵便物を運んでいたりとか、船にはいろんな命を運んでいる本当に大切なものなんですってお話を聞いて、そんな大切な気持ちを込めて作らせていただいた曲です。皆さんもぜひ身近な人のこと、なかなかね、感謝の気持ちとかありがとうとか身近な人に言うの恥ずかしいじゃないですか。こうやって船に乗って旅に出たり、そういう時間に大切なことを思い出す時間になってくれたらいいなと思います。では聞いてください、言葉の贈り物。
いたいと思います。ハワイのことわざで、ノーレインノーレインボーということわざがあります。雨が降らなければ虹もかからないよという意味で、人生生きてたら立ち止まることや転ぶこともあるけれども、だからまた立ち上がって前に進める、そんな、意味のことわざがあります。そんな風に虹って、ね、雨が降った時にかかりますよね。でも虹を見るとなんだかなんかいいことがありそうって思ったりするんじゃないでしょうか。そんな風に、生きているといろんなことがあるけれども前に進んでいこうという思いで作った曲です。どんな時も自分を信じることが大事なんじゃないかなと思ったりします。それでは聴いてください。虹、
嬉しいです、はい、ということで、3代目サルビアンバの1周年記念ということで、私は2代目サルビアンバルには乗ったことはなかったんですけれども、3代目サルビアンバルからこの船に乗らせていただいて、船ってとっても素敵な乗り物だなと思って今勉強させてもらっている最中です。この、ね、船が皆さんと一緒にたくさんたくさん素敵な思い出を運んでくれますように思いを込めて最後1曲歌わせていただきます。それでは聴いてください。新造船イメージソング、アイランドブルー。